カネコでございます。ということで本日の食材がこちら。よいしょ。アマゾンで購入した海鮮ボックスっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、アマゾン産海鮮ボックスっていうことでね、久しぶりですねこちらの企画。インターネットで海鮮ボックス買ってみたの企画でございます。ネット通販の鮮魚は結構当たり外れが激しいと言われております。その中でもさらにね、ギャンブル性の高い鮮魚おまかせ3種以上、魚詰め合わせ、エラ内臓処理なしというものを購入させていただきました。こちらのお値段が送料込みで5480円でしたね。まあ、大体クール便の送料が1200円ぐらいかなと思いますんで、箱の中のお魚だけの値段を見たら4200円ぐらい、そのぐらいのお魚が入ってればいいなと思い買ってみました。ほんでね、ちょっと今日はね、評価の悪いところあえて買ってみました。さあ、じゃあまず開けてみますか。お願いします。いきます、せーの、よっ。どうだ、これはちょっと微妙じゃないかなって思いますよ。おー、ほんと3匹以上って書いてありましたけど、ま、ちゃんと3匹ですね。ちょっと心の奥底どこかで4匹5匹入ってるんじゃねえかなと思ってたんですけど、3匹でした。でこうやって魚の名前と調理法はこうやって書いてくれてあって、すごく丁寧ですね。梱包は袋氷が一つと、下にこうやって板状の氷、これ昨日来たやつなのでちょっとね氷は溶けちゃってますけども、板氷が2枚入ってますね。これはバッチリですね。でグリーンパーチが1枚と、すごく丁寧な梱包なんですけど、ちょっと魚見てみましょうか。まずこちら、ふくらぎ、僕らの方ではツバスって言いますね。ブリの赤ちゃんですね。サイズが50センチジャストぐらいですね。うん、鮮度はね良さそうですね。血抜きがしてあるのかどうかちょっとまだわかんないですけど。で2匹目ソイですね。これ何ソイだろうな、なんか見たことない感じのソイですね。僕らの方の地域ではこれ釣れないですね。これサイズが25センチですね。これもね鮮度はまあまあぼちぼちって感じですね。ちょっとお腹は弱めかなっていう感じですね。で3匹目こちら、ウマヅラハギですね。なんかちょっと模様が不気味ですね。このウマヅラハギは35センチで、鮮度がねこれあんまり良くないような気もするな。ちょっとお腹にも張りがなくて、身も柔らかくて中骨が浮き上がってますね。まあお世辞でも超えてる個体とは言えないですね。というわけで今日の海鮮ボックスから出てきたお魚はこんな感じですね。正直これはめちゃめちゃ高いかなと思いますね。僕の住んでる地域魚いっぱい取れるんで高く感じるのかな。このぐらいのツバスだったら僕らの地域高い時でも1尾1000円出せば買えますね。ソイも25センチぐらい、これ300円ぐらいですね。高くてもそのぐらい。ウマハギもこれ鮮度良くて脂があったとしても1尾1200円ぐらいかなと思いますんでね、僕らの地域でこれ揃えようとすると多分1500円から2000円ぐらいで買えますね。まあでもね、ネット通販っていうのは届けてくれるっていう最大のメリットもありますんでね。はい、というわけで今日はこちらの3匹を使ってツバスはお刺身でいきましょうか。鮮度良さそうなんでこれはお刺身で、ソイとウマハギはこれもね本当はお刺身でいきたかったんですけど、ちょっとこれお刺身では厳しそうなので、まあ、煮付けでいきましょうか。両方とも煮付けがとても美味しい魚なんでね。というわけで今日はオーソドックスに刺身と煮付け作っていきたいと思います。よし、そしたらサクッとさばいていきましょうか。まずはツバスちゃんから軽く鱗取っていきます。はい、そしたら頭を落として内臓を取っていきます。うん、あ、すごく鮮度いいですね。うん、やっぱこれは美味しそうです。で、口の中に魚入ってますね。この尻尾はアジかな。マアジが入ってると思いますよ。ほら、マアジですね。防波堤からサビキでよく釣れるサイズのやつですね。南蛮漬けが美味しそう。よし、そしたら腹を割って内臓をかき出すと。はい、鱗、頭、内臓、血綿、全部取れました。そしたら3枚におろしていきます。下に1本、上に1本。身がピッチピチですね。締めてはあるのかな、血は回ってなさそう。このぐらいのサイズのツバスは、まあ、のじめが基本ですね。まあ、よっぽどね、締めてあるってことはないです。で腹骨をすいちゃいます。うん、腹骨分厚くていいですよ。はい、こんな感じ。そしたら後で皮引いていきます。お次はこちら、ソイメバルですね。ソイメバルもまずは鱗を落として、ちょっとなんか匂いますね。
なんだろう、どの魚が匂うんだろう。結構蓋開けた時にね、ふわーんとしたんですよね。ソイかウマヅラハギなんですよ。で、僕的にはね、あのウマヅラハギ相当怖いです。そしたらエラをくるっと抜きまして、よいしょ、で、お腹を割ってカキカキと、で、内臓を取ると、で、ちょっと尻尾落として、ここ揃えて綺麗にしてあげると、はい、これで煮付け用の完成。はい、では最後ウマヅラハギですね。これ僕魚屋さんに売ってても手出さない感じのクオリティですね。じゃあまずお腹割ってみましょうか。いきます。ビリビリビリ。うわー、餌食いだー、餌。うわー、くっさ、なんじゃこの匂いは。これはちょっとダメですぜ。こいつだったか、やっぱ匂ったのは。こんなん売っちゃダメだよ。まずこれね、これ肝臓です。普段はね、肌色っぽいピンクっぽい美味しそうな肝が入ってるはずなんですけど、もうこれもう溶けちゃってます。完璧にトロトロですね。とんでもない匂いしてます。で、これ腸ですね。ここ全部腸なんですけど、腸の中にはもう全部餌入ってます。ガリガリっとしたね、多分これなんだろうな、カニの殻とかそういうものがいっぱい入ってますね。で、こういうものがいっぱい入ってる状態で出荷されてるんで、餌の匂いとかが肝とかに移っちゃって、もう肝が腐っちゃってるんですよね。でも肝だけじゃなくて、これね、身までいっちゃってるんですよね。ほんとね、超柔らかいんですよ。ちょっとやばいっすね、これ。このツバスとこのウマヅラハギの鮮度がまるで違う。なんでツバスはこんな鮮度がいいのにウマヅラハギこんななんだろう。水揚げしてから1週間ぐらい、冷蔵庫で置いたんじゃないんですかっていうぐらいの鮮度感ですね。ちょっとこれ食べれんかもな。ちょっと皮だけ剥いてみますね。よいしょ。うわぁ、ちょっとこれは、これ見た感じだとね、あ、いけるかなと思うじゃないですか。ちょっとおろしてみますね。ほら、もうわかります？このちょっととろっとした感じ、身が。身がツルツルツルって。身も痩せてるし、この感じ、トロットロ、クタクタ。これはちょっと食べません。このウマヅラハギは悪くないですけどね、ちょっとこの鮮度を食べちゃうとお腹壊します。はい、なので今日いただくのはこちらのツバスのお刺身とソイの煮付け、これでいきましょうか。よし、まあ気を取り直してツバスちゃんを皮引いていきましょうか。まずは血合い骨を落として、そしたら皮引いていきます。よっ、うん、油も程よく乗ってて美味しそうですね。はい、こんな感じに皮が引けました。そしたら一度塩水で洗っていきましょう。はい、軽く洗ったらバットに戻します。よし、これでさっぱり綺麗になりました。うわー、うまそうだな。そしたらこちらは一度冷蔵庫で冷やしておいて煮付けを作っていきましょう。はい、そしたらソイメバルちゃん軽く湯通しします。チャポーンチャポーンと、ちょっと臭みを取っていきます。で、湯通しすることによってこうやって残った鱗が逆立ちますんで、これも後で取れます。はい、こんな感じ。あんまりやりすぎると旨味が出てっちゃいますんでね。そしたらお水の中で残った鱗とぬめりを取っていきます。で、この頭の付け根とかに血の取り忘れとかもありますんでね、これもカリカリと取っていきます。ほら、結構汚れ出ましたね。はい、そしたら煮だれ作っていきます。まずは日本酒をたっぷりと、そしたら本みりんも日本酒のちょっと少ないぐらい、こんな感じですね。そしたら火にかけて、で、軽く沸騰させます。はい、沸きましたらそこにソイを入れます。で、今日はちょっと臭み消しの生姜を2つ入れます。で、落とし蓋をしてみりんの甘みを魚に入れていきます。さて、そしたらいい感じにお魚に火が入ってみりんの甘みが入ったら、そこに次はお醤油ですね。お醤油で味を決めていきます。さっと、
でここで煮詰めていってタレを濃くしていきます。でお玉でタレをすくって常にかけると。もうちょっと甘いのが好きだなっていう人はお砂糖とかザラメ入れても美味しいと思いますよ。よし、いい感じですね。そしたらこちらを盛り付けていく。さて、そしたらツバスのお刺身を切っていきます。まあ、ツバスは平でいきますか。平作りでこういう感じで、このね、刺身っていうのは角が命なんでね、しっかり切れる包丁でよく角を立てて、角を崩さないようにこれでくっつけていくと。切ってはくっつけ剥がす、切ってはくっつけ剥がす、こんな感じですね。幅はできるだけ均等に、尻尾の方に行くにつれて包丁を寝かして刺身の幅を揃えていくと、こんな感じですね。で盛り付けは全部切ってから盛り付けますね。じゃあどん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 切っていきます。腹の方はちょっと飾り包丁を入れましょうか。油が強いんでね、醤油も染み込みやすくなります。はい、このように切れました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。ちょっと手に切り傷がありますんで、黒い手袋つけたままの実食でいきます。いただきます。そしたらまずはこちらお刺身からいきたい。ツバスのお刺身ですね。久しぶりだな、ツバス。まずはね、お腹の脂の乗ったとこいきましょうか。たきれぐらい醤油につけていただきます。うわー、うめえ。これは最高ですね。ちょっとご飯欲しい。これはさすがに白米が欲しいわ。わさびをちょっとつけて、醤油につけて、ご飯の上に乗せていただきます。めっちゃうまい。ブリの子供ですからね、それうまいですわな。鮮度もいいし脂もあります。でね、自分でさばくことができればめちゃくちゃコスパのいい魚なんですよね。あのぐらいのサイズ感でこんだけお刺身取れますからね。大人3人前ぐらい取れますんで。次、ソイの煮付けですね。これはどうでしょうか。やっぱ身離れがいいですね、ソイはね。いただきます。まあこれはね、安定してうまいですね。まあでもね、鮮度はいいんですけど、やっぱ僕はね、本メバルとかカサゴ、そっちを食べ慣れてるんで、やっぱソイはね、もう少し旨味が乗ってくればいいかなっていう感じですね。美味しいんですけどね、本メバルにはちょっと劣っちゃいますね。はい、ということで今日はこちらのツバスのお刺身とソイの煮付けときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。かすちゃん、ね、いいね。黒い手袋に銀色のやつってなんかちょっと合いますね。なんかかっこよくないですか。ちょっと中にこじらせてますかね。
ザーッと入れて、今日は飲める日なんですよ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ。小指も立ちますわな。数じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は Amazon で買ったレビュー星1の海鮮セット買ってみましたけども、今までで一番がっかりだったなーっていう海鮮セットでした。イメージ画像にイシダイとかノドグロがね、載ってたんで、もしかしたらいいのかなと思ったんですけど、あまりお値打ちではなかったですね。何より鮮度のアウトな魚が入ってるっていうのはね、これです。こういう生物のこういう商品っていうのは、まあ割高だよなっていうので買ってるんですけどね。まあ腐ってちゃダメですわ。で、僕あれね、注文してから来るのに1週間かかってるんですよ。あ、今来るんだって感じでしたね。もうびっくりしました。でもネット通販でもちゃんと素晴らしいところいっぱいありますんでね。まあ今回はちょっと外れでしたけども、またこういう企画やっていきたいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。